ねえ、でもさ、慶吾さ、はい、J リーグ入ってきた、その流れは何？お前、高校ユースは部活です。部活は群馬の高崎経済大学附属ってとこです。高家です。ブラジル。で、高家からどこ行ったの？それど、ちょっと待って待って、簡単に言うけど、今子供とかさ、はい、教えてたりするとかさ、なんかちょっと、もし参考になるんだったらさ、お前そうのです流れとかさ、もし見たときに子供が、なんか、こんね。な人もいるんだそうとかさ、いう、結構これ、そうで言うすね。伝えるよ、多なん分。か、高校卒業してプロになりたかったんですよ、俺。でも、まあ、高校1年、まあ、1年ぐらいから、まあ、言うたら、うまいやつ、バンバン出てくるじゃないですか。なんか、で、いきなりプロになるとむずいな、みたいな。で、将来どうしようかなっていうのをちょっと考えてた、高2の春ぐらいに、まあ、高校2年生になったぐらいの時にそう思ってて、で、それを考えてる時に、なんか、ふと、これもなんか嘘みたいな話なんですけど、夜寝てて、いつもサッカーの夢見てたんですよ。サッカーの夢見てて、その時たまたま、なんか、南米でサッカーしてるような夢を見て、めっちゃ楽しくて、で、朝起きてブラジル行こうと思って。やばないっすか？いや、もう朝起きて親にすぐ言いました。俺ブラジル行くわ、言うて。そしたら、そしおたら、母さそんしたら、も俺もびっくりしたんですよ。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃんって言ったんです。いいじゃん。と思って俺。いいよって思って。で、そっからもう俺はもう、ちょっと熱入ってたからすぐ本屋行ってポルトガル語の本とか買って いやもうでも進路相談とかも全部ブラジル行きますって言って、で最初なんかマジ嘘だと思われたんですけど、でもなんかもうずっと言ってるから、まあこいつ本気で行くんだなってなって、その監督の田中先生って、帝京の田中先生も、じゃあ俺も協力してやるって言ってくれて、でなんか今スパイクとか使わせてもらってるんですけど、アスレタのそれも提供関係の人なんですけど、福岡さんって人忘れがいるんたですけ社ど、長？はい、福岡さんが福岡さんブラね。ジルとのつながりもあるから、その人で その人経由してブラジルにいる、なんていうんですか、留学生を斡旋してるみたいな人がいて、その人を紹介してもらって、で、高校卒業してすぐ行ったって感じです。ちょ、待って待って待って。はい。何にも分かんないで、荷物だ荷け物持っだけて、持って、はい、アメリカ経由しで、て、行ったの。24時間飛行機乗って、で、ブラジル2年、ブラジルで何ト年ータやったの？ル、2年半ぐらいですかね、期間的に言ったら。3年弱ぐらいです。で、ガンバは何なの？のブガンラバジルどうやっに行ってて、たガン3バ。年目の時に、チームがマジなかったんですよ。なんか、ブラジルで、行っブラたジルチーで？ムで、なんていうんですかね、セレクションで行ったんですけど、行って合格したけど、なんか、ビザとかの関係で、結構めんどくさいんですよ、書類集めたりと。で、めんどくなんさい、か、めんどブくラさい。ジルのチームが全然準備してくれなくて、登録できなかったんですよ。できなかった。そうっす。就労ビザが下りビザないんだ取りよに行な。くまでの準備ができなくて、全然。で、登録できなくて、で、また違うチーム行くってなって、で、行って、またセレクションしてみたいな。で、そこも OK だったんですけど、なんか、ビザが、なんだっけ、その2年目に、
ビザを取ったんですよ。その人、そのチームで、うん、なんか4部のチームやったんですけど、ビザ取って、そこでちょっと試合出て、うん、で、次はステップアップしようっつって、3年目違うチーム行って、うん、で、合格したけど、そのビザ取れなくて、ダメだったんで、その、うん、その2年目にいたチームに戻ったんですよ。うん、ビザが残ってるから、ここなら試合出れるってなって。うん、でも、なったんですけど、でもなんか、何のあれか分かんないですけど、試合もそこでも試合出れないってなって、で、試合出れないんだったら練習するなって監督に言われて、練習来るなって言われて、はい。でもなんか、体調はめっちゃいい人やって、そのチーム決まるまで、寮にはいていいよみたいな。だからそのチームにいるけど、練習参加できないみたいな。何この期間みたいな。それが、最初1週間ぐらいって言われたんですけど、まあ、1週間なら走ればいいやと思ったんですけど、もうちょっと待ってくれ、待ってくれで、1ヶ月ぐらい、もう1人で走ってたんですよ。で、1人で走ってて、その時に、ユースチーム、その、ユースチームが練習してるところにたまたま俺が走っていって、で、そこの監督も知り合いやったんで、で、なんかその監督に、なんで走ってるんだって言われて、その時は喋れてたんで、普通に事情説明して、で、そしたら、ここで練習していいし、その俺がチーム探してやるって言ってくれて、で、その人が探してくれたチームが、後々ガンバのコーチになる、ロペス・ワグナーがいるチームやったんですよ。そう、しかも一部でめっちゃ強いチームやったんですよ。だから俺がセレクション行くようなチームじゃなかったんですけど、そこ紹介してくれて、で、ロペスさんもまあ、日本人にはちょっと寛容というか、日本語喋れるし、でも実力もわかんないから、3日間だけ、3日後に練習試合があるから、それにも出てもらって、3日間で決めますって言われて。で、まあ最初から結構印象良くて、まあ普通にやれてたんですよ。やれてたんですけど、やれてて3日目の練習試合も出て、良くて、残れたんですよ。ブラジルの一部のチームに。やったーと思って。そしたら次の日肉離れして、終わったと思って。終わったっす。ちゃんと終わったんすよ、それで。落ち着くってくるじゃん。俺の一部の生活3日で終わっちゃって、で、結局、怪我治るまでちょっと待ってあげるって言われたんですけど、2週間ぐらいリハビリして、でも全然治んなかったんで、なんか、今回はごめんなさいって言われて、で、またそのいらないって言われたチームに戻って、寮にだけいていいよっていうチームに戻って、次の4年目のブラジルに行こうと思ってた時に、行こうと思ってたチームがなんか内部分裂して、俺と契約できなくなっちゃったって言われて、電話かかってきて、ガンバからなんかセレクションの話来てるけど、すぐ行きますって言って、ロペスが呼んでくれてるみたいな、敬語はどこだって言ってくれてるって言って、